山人メルベイユは日本の競争馬、繁殖品馬。主な勝倉は2008年中山品馬ステークス、クイーンステークス。馬名は冠名の山人とフランス語で素晴らしいという意味のメルベイユが由来となっている。中央競馬で競争生活を送る。2005年5月の新潟競馬場での未勝利戦で、 デビューし、後に繁殖品馬として活躍するクリソプレーズの4着となる。2戦目に初勝利し、続くローズステークスではエアメサイアの4着。4歳秋のオープン昇格後は、品馬限定路線を主体に出走。またボバ混合戦でも福島記念、白富士ステークスにおいて入着を果たし、2008年には中山品馬、 ステークスクイーンステークスを制覇し2つの重賞タイトルを獲得。さらに同年のビクトリアマイルでは13番人気という低評価に反発し四着に入るなど重賞戦線で活躍した。しかし秋の目標と陣営が掲げたエリザベス女王杯では2006年は左肝破行によるレース当日の出走取り消し2008年は 左前足骨折により断念と不運に見舞われ、未出走に終わり、全34戦中関西圏での出走は2回に止まった。また、現役晩年には、勝馬から1秒以上離され2桁着順に終わる、レースも目立つようになり、2009年12月の愛知杯17着を、最後に、現役引退、生まれ故郷の西木岡牧場で、繁殖品馬となった。 2008年3月16日の中山品馬ステークスを制した日は、父のメジロマック・インが菊花賞を制していた時に騎乗していた騎手のうちだ、孔一が騎手として最後の騎乗日でもあった。さらに、中山品馬ステークスの前レースである第10レースのサンシャインステークスも、同じくメジロマック・インを父に持つ北斗スルタンが制していた。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づく。判定に、中日新聞杯、札幌記念ガチのヤマニンキングリー、いとこに、阪神ジュベナイルフィリーズガチのヤマニンシクルがいる。ヤマニンメルベイユ、ヤビスサーチ、www.jbis.or.jp2020 年8月4日閲覧。abcd、繁殖牝馬情報。 メス系情報ヤマニンメルベイユヤビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年8月3日閲覧ヤマニンメルベイユの競争成績競争場データ netkeiba.com 2020年8月4日閲覧スオーナダ特別2015年3月1日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月3日閲覧繁殖品馬情報メス系情報アベンチュラヤビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年8月2日閲覧小倉城特別2017年2月19日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月3日閲覧浄土平羅特別2018年4月8日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月3日閲覧山人流星競争場データ netkeiba.com 2020年8月3日閲覧 ab 未最新場2016年11月20日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com、e e、2020年8月3日閲覧 ab 復興記念無フれるミ2020年3月22日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月3日閲覧3歳以上500万した2018年10月27日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月3日閲覧4歳 以上500万した2019年5月25日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月3日閲覧。ヤマニンルサリー、競争場データ。netkeiba.com。2020年8月3日閲覧。ヤマニンマスクマン、競争場データ。 netkeiba.com 2020年8月3日閲覧。ab 未最新版2018年9月22日、競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com net、e、2020年8月3日閲覧。3歳未勝利2019年4月7日。 競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2020 年8月3日閲覧ヤマニンスマイリー競争場データ netkeiba.com2020 年8月3日閲覧ヤマニンラトナ競争場データ netkeiba.com2020 年8月3日閲覧 ヤビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年8月3日閲覧ヤビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年8月3日閲覧繁殖品場情報メス系情報山人メルベイユヤビスサーチ www.jbis.org.jp 2021年9月8日閲覧ありがとうございます。